赤マント赤ねえ赤ね、どう見ても。え、赤飯の赤じゃないんですか？全然、まあ、赤飯かな、この背景。ちょっと赤い赤飯かな。これは、ねえ、何ですか？こう左下にチラズアートさんって書いてありますけれども、もしやこれチラズアートさんの最新作ですか？いや、最新作ではないね、どう見てもね。以前パラソーシャルっていうね、今出てる中では最新作かな、パラソーシャル、やりましたけれども、その中でね、この赤マントっていうゲームをやるくだりがあったわじゃないですか。あったね、うん、登場したね、はい。まあ、で、私たちそのね、ゲームやったことないっていうことで。そうなんだよね。まあ、実際にね、今回やってみようじゃないかと。おー、いいじゃない、いいじゃない。ということで、今回は私プレイでね。お、珍しい。はい、赤マントやっていきたいと思います。赤マントな。お。どういうゲームか俺、いまいち知んないんだよ。うるさ。マイコ、これは罰よ。少し探検するだけだから絶対楽しいって。彼に近づくからよ、逃げようとしても無駄だから。そうよ、無駄無駄。多いな。え、2人いたね、今ね、女の子はね、2人いたね。なんだ、3人じゃない、多分主人公も含めて。一旦あの音がうるさすぎるんで一旦ね、一旦音が、はい、ちょっと一旦下げますね。はい、ということで、はい、何にも見えない。どこ、ここ。真っ暗じゃない。ここは何、館っぽいね。あ、あ、さっきのこの二人か。GK じゃない。なんか可愛いんだけど。可愛い。マイコ、急いでくれる？MJ？ 早く行ってもらわないと帰れないんですけど。ほんと、うざいんだけど。あれかな、いじめ？いじめられて、うん、なんか、幽霊スポットみたいなのに生かされてんのかな。はい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 。無駄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 無だいたい窓じゃない、窓。窓、うん、開いてる窓。盗んだバイクで走り出す。バイク盗んでじゃん。行く先もないままに。あの、今ちょっと歌ってたら、あの、歌ってたらさ、窓割る歌詞出てくるかなと思ったけど、全然出てこなかったわ。窓関係ないね、あれ。え、あの、バイクだし。尾崎豊。ね、普通に入れてるけど、大丈夫そう？尾崎豊に、ね、その、窓割る下りの歌詞なかったかなと思って。うん、そんなバイオレンスじゃないね。ないか。お、トイレからできる支援。どういう支援？どういう支援？あれじゃない？あの、うんちした回数分、なんか、募金されるとかじゃない？ああ、ありそう。なんかよくあるよね。ありそうなんだ。え、でもありそうじゃない？なんか。ありそうなの？いや、なんか、そういうのたまにない？なんかさ、なんだろう。ちょ、出ねえわ。すっきりしねえな。回れ右足でスリッパを脱ぎます。そうすると、スリッパが綺麗に揃います。うん、揃います。ああ。はいはいはい。揃えてね。あのさ、よくさ、なんだろう、知らない人の家っていうかさ、まあ、友達の家に上がった時とかさ、うん、でもいいんだけど、はいはい、こう、他者の家に行く時に、まあ、ここが玄関だとしたらこう行くじゃん。うん。で、玄関上がって、こう、後ろ向いてさ、こう、靴脱いで、お邪魔しますって入るとするじゃん。この動作ね、うん、失礼らしいね。あ、そうなんだ。尻から入るから？そう、尻から入るから。よくないんだって。だからもう、そのまま、こんにちはって言って、お邪魔しますって行くのが正しいんだって。で、この靴をこう戻す人は、この家に住んでいる人がやるべきなんだって。へぇー。めんどくさ。日本人のルールってめんどくさいよな。閉まってる。南京錠。あ、行方不明の少女。え、めっちゃ行方不明。あ、
あ、男子トイレも。女子トイレは？女子トイレ。お、開く。え、何？あ、え、ちゃんと揃ってる。あ、揃ってる。ちゃんと揃ってる。えらい。お？何これ？6-1。噂のハンサムな転校生じゃないか。あ、一番最初のかな。来てから1週間しか経ってないけど、もうお前の名前をよく耳にするよ。どうしたんだい？あつし。あつし。あっちゃんかな？オリエンタルラジオ。武勇伝、武勇伝。え、ごめん、最後読めてなかったわ。なんか、特に話してなかったね。ああ、まあそんなに話す方でもないか。また小林の奴らがお前に何かしてきたんだろう。てんてんてん。あいつらは目立ちたがり屋だから、お前がみんなの注目の的であることが気に入らなかったんだろう。お前はいじめの対象になりやすい性格だったと思う。あいつらはめんどくさい奴らだと思っていたが、小林は校長の息子だからな。ああ、なるほどね。長いな、結構。一つだけ案がある。うん。最近買ってきたこのテープレコーダーでいじめの証拠を残せば、校長も黙っているわけにはいかないだろう。おお。なるほどね。なんかさ、一番最初にもさ、うん。男に関わるからみたいなさ、言ってたよね。はいはいはい。主人公は男？違うじゃん、多分。アツシ、いじめられてたね。アツシに関わるから、うん、あんたもいじめられんだよ、みたいな。赤い髪、青い髪。あ、青い髪。なんか都市伝説っぽい。あ、赤い髪取っちゃったよ。大丈夫？勝手に。赤い髪。取っていいやつこれ。トイレに貼ってあった赤い髪。え、赤マントの赤ってこれ？え、そんなの？あ、ドロップできる。知りません。あ、鍵。南京錠じゃない？こっちもいけるぞ。これ後でバールじゃないこれ。ねえ、だよね。抜け道なんじゃない？じゃあ開けるか。うん。ごめん、で、なんだ？さっきの話、全然聞いてなかった。だよね、俺も思った、こいつ聞いてねえなって。感じてたわ。何の話してた？だから一番最初に。すげえドアいっぱいある。はい、はい。聞いて聞いて人の話を。はい、はい。何でしょう。一番最初に女の子たちにさ、うん、一番最初に女の子たちにいじめられたじゃん、主人公が。はい。あんな男に関わるからみたいな話をしてたのよ。うん。で、多分その男っていうのは、いじめられてたアツシのこと。ほう。で、いじめられてるアツシに関わるから、あんたもいじめられんだよ、みたいな感じで、こういう目にあってんじゃない、うん、っていう話をしてました。え、じゃあ、アツシは、あの女の子二人組にいじめられてたの、うん、それわかんないけど、それわかんないけど。なんで、その話で言ったら、女の子二人にいじめられてないとさ、話つながらなくない？いや、わからんよ、それは。同調圧力とかあるかもしんないやん、なんか。あ、いじめっ子の男たちの彼女を2人組なのかな。あ、まあ、それもあるかもね。うん、そう、そういうのもあるかもしれない。じゃあ、このランタンから目離していい？もういいよ。なんで一個のことしか集中できんの？お前は。お、これ引き出し全部引けるぞ、これ。全部、あ、パターン。お、ライト！ライトやー。あー、明るー。方言だ。すげー、かげろうを感じる。カゲロウのゲームを感じる、ね、あ、入れるよ。隠れるやつじゃないこれ。隠れれるってことはやっぱ襲われるってことですからね。いや、もしかしたら兵所が好きなだけかもしれない。壁あれそういう壁なんだ。何らかの闇力がドアを押さえている。ダークパワーね。ダークパワー、何？え、これ何し、うん、え、これ何？ファンタジーゲームこれ。え、ホラーゲームじゃないのこれ。聖なるホーリーパワーで、なんとかしないと。あ、バール、バールじゃん。これ拾ったら出てきそう。ちょっと一旦拾う前に置く。一旦ね。あ、え、そこも入れるんだ。ここも入れる。あ、隠れる場所めっちゃあんじゃん。あと今日、学校がちょっと古いね。なんか、黒板、電子じゃないそれなんか。電光掲示板じゃない。意外、いや、学校古いねって言ったんだけど、全然古くないかもしれない。ここ最先端だわ。じゃあ、バール取るよ。うん。え、これ以上持てない。持てない。え、そんな。いつまでじゃない？え、もう何個以上いらないんじゃない？いらないか、鍵。ここに捨ててもいいのかな、うん、ポイしちゃえ、ポイ。も？もにょ。赤い髪もいらなさそうだけどな。
まあ、なんか重要アイテムっぽいけどね。え、広広え、え、学校にしてはなんかちょっと異質な。ねえ、こんな廊下曲がり、行方不明のポスターさ、曲がり行くね、はい、学校に貼る。あー、確かに廃校なんかな。じゃあ、いや、廃校では貼らないか。うん、貼んないよ。じゃあ、ここはどこ？ここはどこだろうね。ここはどこ？警察署かな。よく警察署とかね、貼られてるけどね。まあそうね。これで、あ、でこれで、あ、時間かかるんだ。ホールドに時間かかる。じゃあ先に割っといた方がいいね。多分襲われると思うよ。確かに。十中八九。先トイレ行くか、じゃあ。うん。割っとこうよ。ここ開かないんだよな。録音テープが他にもあるって言ってたから。ね、1ってあったしね。よし、壊してね。先トイレの方行くか。ここ進んでみる。順番的にあっちの教室の方に先に行きがちじゃん。まあそうだね。これは正規ルートはね。うん、あえて、あの、ゲームの制作者の裏を書く。いいね。さあ、排気口かな。排気口だね。にしてはすごい、なんか木製だな。これなんかスパイ基地みたいになってない、これ。この構造。広くない？こんな複雑？特殊だな。あ、ファー。あ、換気扇。熱っ。何？え？何？風？ちょっと風強かったんじゃない？熱風？ポケモンの熱風？あ、音符が来た。あ、ここに繋がるんだ。あ、戻ってきた。じゃあ反対側か。あ、録音2。録音2。なんかね、チャカチャカチャカ。チャカ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 どっかの角でさ、マスとかじゃないの？あ、こっち来るよ。やばい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 。角、そことか。あ、ここ？うん。大丈夫これ。待つ、いける。大丈夫。おえー、うぅー、やばいよ。ゴー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 2メートルぐらいあるわ。よく言うじゃん。田舎はゴキブリとかムカデでかいからね。本当に。アフリカレベルださ、あれは。家にムカデはしょっちゅう出るのよって、よく田舎出身の人言うよね。いやいやいや、人が死ぬわ。はい、録音に。赤いボタンを押すだけで録音できる。すでに俺がこの会話を録音しているがな。なるほどね。このボタンを押すと巻き戻しができ、忘れた場合に備えて今いた全てを再生できる。最後に記録しようとして捕まらないように、落ちないように常に安全な場所に保管しておけ。わかったな。お、え、証拠をね。あ、録音テープの使い方の話だね。まあいらなくても一応持っとけ。中島いいやつだな。ね、中島あ、逆な、また最後読めなかった。その方な、それ。中島は呼ばれないのよ。で、なんだ？また面倒なことがあるかもしれないが、直接俺に話したくない場合は、俺にテープを渡して聞いてやるから、俺に頼っていいからな。いいやつ。俺はお前の表現だから、わーわーヤギリアルなんだよな。お、喋った。ありがとうございます。評議員だって。中島さん、すいません。これがおそらく最初と最後の録音になると思います。録音するつもりはないんだ。小林たちが言ったことは真実からそれほど遠くはない。それにいつもの暴行と比べたら大したことじゃないんです。え、ちょっとなんかストーリーが分かりませんが。全然何言ってるか分かんない俺。ちょっと何言ってか分かんない。もうゲームのプレイとムカデへの配慮と録音テープの内容でもう頭こんがらがっちゃってる。でしょうね。物語のストーリーの解読は君に任せた。だって君、俺の話すら聞けねえもんな。俺は無理だな。まあ、アツシは何だろうね。なんかいじめられてたの？
かな。ね。あ、なんかトイレの天井とかじゃない？男子トイレじゃない？これじゃあ。あーかも。開いてなかったし。トン。人。お、男子トイレじゃない？おしっこは便器の外へ飛ばせないこと。外し男子はな。外しすぎだろ。入れる気ないじゃん、もう。めっちゃ左に曲がってんのかな。直して。あ、あ、オレンジ色の髪？赤じゃなく？え？何それ？何枚か集めんのかね？これ何もない。スリッパ、なんか、男子っぽいわ、スリッパが。あ、開けた。あ、スリッパね。そう。今今本当にねえ、聞いて。じゃ、鍵に目、ドアの鍵に夢中だったの。俺の話を聞いて。ドアの鍵に夢中だったの。触れてくんないなと思ったらさ。え、じゃあ、赤い髪ここに落としとくか。全部まとめとけば。いつでも取れ、別に取れるから、もう鍵開けたし。うんうんうん、一応、ここにね、オレンジの髪取っとこう。で、もう一個行けたのよ。あのムカデの奥、分かれ道ね。そう、もう一回あそこ行ってみよう。オレンジも置いとけば持ってっちゃう。いや、俺オレンジ色好きだから。赤じゃないんだ。君赤じゃないの。いや赤。あ、おい、インディゴ。インディゴ、え、オレンジ置いとこよう。やばい、やっぱインディゴだよな。オレンジ置いとこよう。うん、やっぱインディゴだよ。インディゴってでもさ、なんか一応、車に構えててなんか、うざくない？まあ、青でいいもんな。うん。そこは。インディゴって。5文字。まあ、やっぱ。5文字使ってるぜ。インディゴ。じゃ、オレンジもあんま関連って。オレンジも4文字だろうかよ。青って言えば2文字で終わるところがさ。めんどくさ、赤って。一応じゃあ置いとくか。インディゴ回収。うん。インディゴも置いといて。まあ、じゃあ、髪系はトイレにありますよということで。てかさ、その後ろのさ、トイレさ、はい、赤い髪と青い髪ってなかった？ああ、いいだね。それ、うん。まあ、多分赤い髪とか、色の髪を集めていくんだろうな、きっと。え、赤、青、オレンジって言ったら、あと何？まあ、緑、黄色、紫、ペールグレー。ニッチ。すごい攻めるな、色。ブリリアントイエロー。多分表現できねえぞ、この画質じゃ。こっち側に行ってないんだよな、この左側。なるほど。男子トイレじゃない側か。お、また換気扇。ほら。おい、なに？花！何の花？誰の花？ちょっと、一旦ちょっと、換気扇すごい。換気扇だらけ。花？ちょっと、冷静に見たいけど、一旦ここから出よう。じゃあ、目とか、胃とか集めるのかな？ねえ。親知らずとかあるかな？細かっ。あ？お。どこに続くんだ、これ。うん。え、ケーブル。え、アイテム多いな。え、すごい、なんか窓がグレングレンになってるけど。歪んでるね、これね。おお、何？なんかもういるんだけど。普通に。ええ、なんか、舞妓はんみたいな。舞妓はんみたいな。おかめ、おかめか。あ、どこ行った？あいつに追われるやつ？あいつに追われるやつ、やっと、やっと、やっといた？やっといた？やっといた？あ、奥行ったな。そっち行ったらさ、一番最初の方でしょ。え、ここ来たことないよ。いや、違うな。だってこれ地下だよ。地下へと。え、もう、さらに地下。ここ学校じゃないね、絶対。え、しかもすごいロックを解除できる。どこに繋がるんだ、これ。え？え？あ！あーい、ここで1階だ。え？いや、知らない。こんなんあったっけ？スイッチ、1階、2階。スイッチ、1階、2階。電気ボックス。ケーブルじゃん、ここじゃ。うわぁ！おぉ！早い早い早い！走って、走って、走って！やばいやばい！誰？誰誰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 誰痛い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 痛
これなんだろう、ライター使ってるからバレるのかな。いやー、ありそう。え、めっちゃ当たりがついてるから、めっちゃ殴られたけどめっちゃ生きてる。ナイフ持ってなかった？ちゃんと、おっと、なんか、え、嘘だ。うわぁ、どこここやばい、どこ、なんかこういうポンプみたいなのがあった。なんだわ、いや、ちょ待って、ここどこ。ここのマップ知らない。あー、見てる方さ、楽しいなこれ、ホラーゲームってこんな気持ちなんだ。え、でもこそ急に来ないね、なんか多分画面に赤い文字がファーって出たやん。え、俺もう画面真っ赤なんだけど。あ、やべえ。やべえ。そいつがさ、見てんのか、あれなんじゃない、監視役みたいな感じなんじゃないの。あ、いるよ。いるね。え、こっち来るよ。あれ来んのか。ここ入れる。隠れよ、隠れよ。隠れよ。あ、これ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 。なんでなんで、棚ごとぐしゃっと。棚ごと潰された。こいつに追われるゲームなんだな。え、ここから、あー、パラソーシャルでさ、セーブがないんですよねって話してたよね。あー、セーブがないんです。うわー、最初からだ。え、待って、どうしたらいいんだこれ。まず、うん、あそこ、まずケーブルじゃないんじゃ。てか、あそこどこ。あの地下どこ、急にめっちゃ広大なマップにお、なんか下ろされてさ。うん、そうだね、どこここ状態だったんだけど。でも、なんだっけ、スイッチがあったところ、うん、は、こっから近いはず。俺さっきそれ見たから、ドア今赤い紙拾ったら、トゥルルルトゥルルルトゥルルルって言った。で、なんか、いや、それ何か、これが発動条件ですみたいな感じの音してた今。そうなの。うん。そうなんだ。俺の話聞いてた、じゃあ。ごめん、何、ね、だから。うん。そこまっすぐ行ってみて。まっすぐ行って右側に灰色のさ、扉があったのね。右側？もうちょっとかな。あ、それそれそれ。それ多分スイッチじゃない。ほら。だから、繋がってるよ、ここは。あ、なるほど。あ、え、じゃあ。うん。あ、そういうことか。はいはい。え、じゃあもうここにいるってこと？赤マント。そうなりますか。そうだよね。そうなりますか、ね。え、さっき会ってないけどな。あ、で、これが後ろ側でロック。あ、ここでさっき。うんうん、ぶん殴られたとこだ。めった雑誌にされたね。そうだね。背中ザスザスだったね。あ、で、これが後ろ側でロックか。はいはいはい。はいはいはい。だから、これはさっきのダクト通っていかないといけないんだな。うん。え、ちょっとマップの構造。あ、ここ？いや、何らかの闇力。あ、ダークパワーだね。あれかな、ダクトを通って降りたら闇力が。あー、なるほどね。だから、そこがフラグなんだな。フラグなのかな。はいはいはい。でこの時点ではまだいないんだよ、多分赤マントは。うん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 。あ、じゃあなんだ、とりあえずケーブル？何が必要なんだ？え、ここのダクトにもさ、青い紙だったり、花とかさ、確かにね。いろいろアイテムあるんだけど、何持っていけばいいんだ？使うだろうから、あのダクトじゃない側に置いときたいよね、アイテム。まあ、青い紙に関しては、男子トイレ、で、手に入るから、花。花絶対なんかありそうだよね。こっち行くと、トイレかな？トイレ。なんかね、追われてる最中もさ、給油ポンプとかあったもんね。ね。アイテムが。なんか、ね、使うんだろうな。あ、違う？これあったっけ？いや、見過ごした？あれ？あ、違うくない？違うトイレじゃない？これ。違うトイレだな、これ。どこ？あ、え、雲殺しスプレー。雲殺しスプレー。何これ何これ。待って、アイテム多すぎなんだけど。3つしか持てないよね。え、3つしか持てないように、アイテム多すぎなんだけど。どうしよう、どうしよう。あー、これ、アイテムゲーだわ。え、開くんだ、しかもここ。どこ？
どこ？あ、教室のトイレだ、これ。うわ、これ赤マントいるぞ、これ。ここが。あー。え？え、笑ってる？バケツ。バケツ。これ以上持てない。え、バケツ持てんだけど。え、もう一度ノック。もう一度、あって。花子さんじゃない？これ。でも男子トイレだよ、ここ。まあ、男子トイレにもいるじゃない？花尾さんじゃないじゃん。花尾くん？うん。開いた。開いた。え、三入りトイレ。三入りトイレ。何？どういうこと？え、痛い！何？三じゃない？どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？三、三食らった。アイテムがいろいろありすぎて、バケツで救えってことかな？三を取るために何か必要？これじゃないの？これ。あ、ポンプだよ。え？給油ポンプ多分、ジュポジュポって進んじゃないの。え、そういうこと？じゃない？ちょ、ここに置いといていいか。あ、やばい、やばい。赤マント近いんじゃない？ライター消した方がいいんじゃない？これ積んだんじゃない？これ、これ積んだんじゃない？はぁ、はぁ、うん、書いてあんないっぱい。はぁ、近いよ。来る。近いよ。来る、来るなんとかって書いてあった。あ、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 く、近い近い近い。来る。よく。よく来る。よく来る。常連。何？店主の。店主の日記かもしれない。あ、なんとなく分かったな。え、店主の気持ちが？違う。店主の気持ちじゃなくて。ゲーム性が。あ、ここにもある。栄養ドリンク。あ、これ多分回復じゃないか。鼻置いて。OK、回復。回復した。そっか、3で食らったのか。食らった。ダメージ。左腕？あ、人体模型じゃない？うわ。あ、人体模型のパーツだ。え、ちょっとパーツ、待って、アイテム多すぎアイテム管理ゲーだな。お、ファーっと音、後ろからじゃない？録音 8？ 8？ やばい、痛っ。うわー、おかんめ。あ、やばい、やばい、やばい。こんにちは。逃げて、逃げて。逃げろ、逃げろ、逃げて、どっか隠れるんだ。やばい、スタミナが。走る、スタミナが。近い。近いよ。入って、どっかに。ロッカーイン。よし。あー。待って。ああ、やばい、このゲーム。このゲーム、やべえ、難易度がやべえ。うわぁ、これ、で、何すればいいかわかんないんだけど、どこにまず行けばいいかとかさ。まず、うん。多分3は、バケツに給油ポンプでジュポジュポってして、うん。逃げる。はい。で、ケーブルは、1階かなんかにあったスイッチに多分はめる。一回ケーブル取るか、じゃあ。一回ケーブルかな。で、ケーブルってなんか、あれだよね、トイレのとこにあったよね。で、鼻と腕は多分、おそらく人体模型とかじゃないかな。あ、その鼻か。なのね。今俺、行ったでさ、さっき。そうか。あ、え、外？給油トイレの、給油ポンプがあったところだ。あった。鼻。鼻っぽい。でも今3拾ってもじゃない？ちょ、鼻邪魔だな。片言聞こえるよ。え、なんかいる？湧いてない。湧いた！湧いてるのか。ワープしてくるんだ。ワープしてんのか。だから早いんだ、あいつ。え、待って、俺スタミナさ、回復めっちゃ遅くない？遅くない？出し。あー、なるほど。オカメで位置がバレて、その周辺に湧くみたいな感じ。ノーノーじゃない？近いよ。隠れるとこない、これ。後ろ。下。それ。これか。だから、そうだ。オカメで位置がバレて、うん。バレたらその周辺にワープしていくんだよ。なるほど。え？雲じゃない？雲。あ、やっぱいる。やべ、いる。湧いてる。やべ。それで雲殺しスプレー使うのか。あ、やべ。近いよ。隠れて。あ、やべ、おい。うわ、そこも、湧いてる。あぶねえ！あぶな！え？あいつ、ポーテル使いだ。やばすぎるだろ。ポーテル使いが うめえな。え？これさっきの闇の魔力の部屋だわ。一番最初のところだ。あ、違う、ここだ。あ、後ろ大丈夫？くちゃくちゃ、
クチュクチュ音はしたらワープしてるんだ。あ、そういうこと？うん。え、じゃあ一旦最初のトイレじゃない？じゃあ一旦最初のトイレ、トイレ、やべ、あ、こここっち来んのかな。僕は来れないべ。あ、来れないわ。おー、アンチ発見した。オッケー、アンチ。え、いや、大丈夫でしょ。大丈夫だよね。 あいつバカだから。大丈夫だよね。バカだから来れねえよ。じゃあまずケーブル、まずケーブル、何が反応するんだろうね、スイッチ押して。確かに電気、電気がつくかな。1階2階って書いてあったんだよね。え、これバールを早く使いたいから、うん、先に割っときたいね。 ここで終わりだ。これが一番最初のトイレか。うん、だバールは全部で3箇所使うとこあるね。 OK、 これでここにバール置いとこう。置いといていいか。うん、これでどっちだっけ、まっすぐ行って、そっちが鼻あったとこじゃない、こっち、あ、違うか。すげえ入り組んでる。こっちはないな。こっちは別のトイレで。あ、これだ。お、ここじゃない？じゃあ来た。ケーブル。ゲッチュー。で、多分出て左か？ケーブルの部屋に行きたいね。そうだね。1階だね。トイレだね。ここ何階なんだろうね。2階？一番下かな。近い！なんで？ハッシュリー！なんで？ハッシュリー！走れ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 ！ちょっと待って。ダッシュ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 。急に一回隠れないとね。大丈夫か？ぐるぐる回ってるか？大丈夫か？あ、近いんじゃない？あ、バレてるぞ。バレてる。真後ろじゃない？ブレインビア。いったー！ハッシュリー！ハッシュリー！ちょ、マップがまだ把握できてない。ちょっとね、同じ構造だからね。やばい、スタミナが。やべ。スタミナがない。ここポンプじゃない？やべ。息度じゃない？息度。これマジさ、マジさ、どっから来んのかわからん。突然ワープしてくるから。振り切ったと思ったらさ、正面から来んだよね、これ。そうやね。ちょっと待って。どこだろう、ここ。地下か？待って、これさ、あ、ここだ。雲！あ、振り払う。振り払う。雲殺しスプレーがあれば。なんで、なんの？チャイム？チャイム？めっちゃダメージ食らってない？大丈夫？めっちゃ食らってる。死にそう。あ、これ一番最初の回じゃない？あれ、ケーブルの。そうだよ、その右だ。ここ？どこ？ここだ。やっと待って、もう死にそうなんだけど。あ、近い。やばいやばいやばい。ほら、ポン。お、設置した。くっら。あー、これなんか、あるな。順番が。何が反応してんだ、これで。なんでこれ、一個ずつしか反応しないの、これ。一回で何が？闇落ちからスイッチかな、あれ。いやー、キビー。キビー、やばい。いける。あ、こいつ、あれ振り切れるな。習得した、習得したかもしれない。右のトイレ走れ。ここ、うまい。習得した習得した、習得した、逃げ切れる技。勝った勝った、これ勝ちました、このゲーム。ほら、ダッシュ。勝ちました、このゲーム。もう怖くない。このゲーム勝ったな。そしてなんならここから入れる。はい、もう怖くないね。え、まあ、それはいいのだが、換気扇が止まってるよ。ああ、え、本当だ。おえええ、どこ、え、来るー、きっと来るー、きっと来る。懐かしいな、知ってるかな、今の若い子。あ、栄養ドリンク、ありがてー。いいじゃん、回復。こっち行けってこと？移動。え、こんにちは。あ、何時帰ってきた。人間と話すのは久しぶりですな。お、赤い髪を取ったんだね。はいはいはい。気の毒に。気の毒に。どうした？助けてほしいと。助けてほしい。そんじゃコインを投げなくちゃな。はい、投げ銭かよ。おや、そんなスパチャ投げたことないんだけどな。やっぱ、あ、赤スパじゃない？
赤スパ、スパじゃないと、まあ、あ、だから赤い髪なんだ。赤スパ。うわ赤スパ取ったから。赤スパか、まあ赤スパ嬉しいもんな、嬉しいもんね。うん、嬉しさわかるよ、俺も。だこれで多分、2階とかの換気扇が進めたりするんだな。まあそういうことか。スイッチで。はい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 。つまりじゃあ、今ここ2階なのかな？いや、今多分1階じゃない？ 1 階のスイッチ押してたから。あ、違う違う。そこの換気扇は、あ、多分ここ2階かな、じゃあ。ここ2階？ 2 階の換気扇、あー、2階の換気扇あったな、確かに。あった？ぬかでが いるところか。二つ換気扇がさ、固まってる箇所があったじゃない。あ、二階にスイッチがさ、二個あったのはそれじゃない？そういうことか。換気扇はじゃあ一個、一階には一個しかないってことか。一階には、わお。一階には一個で、二階に二個。そういうことか。なんじゃないか？まあでも順番にやってったらいいっぽいね。人体模型は今のところ見つけてないんだよな。出てないから一回放置かな。そうだよね。うん、でも脳と左腕が落ちていることはもう把握してるから、これ走ったら気づかれるのかどうかも分かんないよね。火もちょっと謎だね。お、近いね。今いるんだけど、左の部屋で湧いてない？わっだよね、わっわっわっだと思った。危ない、危な、バレてねえんだ今のあいつすれ違いだ完全に。あいつ仮面かぶってるから、あの視野薄いから視界狭いんだなあいつ。あいつバカだ。音聞こえた今君？ぐちゅぐちゅぐちゅって言ってたよ。ああ、本当だわ。あ、ほらやっぱワープからだよ。ぐちゅぐちゅは、うわーやって、大丈夫、技がある。あ、しまった、閉めてくれたえ、そんなことある？やっぱマナーしっかりしてる。よし。で、押して。で、2階、こっちね。はいはいはい。ダッシュ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 。うわー、後ろ！走れー！行った！隙間に走れ！よし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 。行った！お前、それはずるいって、後ろから急にズドンは。背中、そがれた今。もう本当にさ、いや正面だったら避けられるのに、後ろから急にズドンはズルだって。せっかく栄養ドリンクで体力回復したのに。でどんぐらい減ってんの？わかんない。 HP だったやん。あ、ここか。インベントリーにさ、 HP ほら、え、ヘルス丸。あ、ヘルフィーだ。あ、全然大丈夫じゃん。バイオハザード1仕様だわ。なるほどね。あの体力、ね、じゃあ、うん、体力ゲージがなくて。え、どこ降りていいのこれ？どこに繋がるんだろう。行ったことないルートだろうね。でも行くしかないよね。あ、ダクト。どこ？ドア。え、急にちょっと職員室っぽい。あ、職員室じゃない？うわ、違う。理科室だ。あー、あ、人体模型。あった。ポチ。入った。鼻入った。よく鼻持ってたなお前。よし。7つのパーツを持ってこい。7つだ。今のところ3つ？3つしか見つけてないぞ。脳と左腕。鼻の腕。え、エグすぎる。7つ。右腕、心臓じゃない？種子のパック。種子のパック？何栽培しようとしてんだよ。のんき。うわ、集めるもの多すぎだ。何？あ、胸郭。胸郭。マジかよ。よかった、近くにあった。ね。だこれ2個だ。2個目。胸郭ね。2個目。うわぁ。めっちゃ必要なんじゃない？いや、そうでしょう。6を7。あ、7。お前はあのクソ女に似ている。ミスター M、 ミスター B なら知ってるけど。だからお前は罰を受けるべきだ。ほら、よく人はこう言うだろ。美しさは内側にあるものだと。心かな。ピシビンタ軽いビンタ。え、何？え、DV 機質あります？体集めか。あ、この、あー、ここか。あー、はいはいはい。あそこだね。はいはいはい。あ、これで、つながったね。これで鍵は、ロック解除したか、全部。おそらく。あ、近いんじゃない？逆側だ。後ろか。もうさ、え、まだ上がある。こっち行ってこないのよ。後ろか前かわかんないよね。あ、うわ、閉まってる。これ多分あれじゃない、換気扇。あ、もう一個、もう一個の換気扇から降りてくんだこれ。じゃあ一応できることとしては、脳と
左腕を脳と腕持ってくることは可能ではある今現状、ね、鍵を開けたから。あと種子どうすどこで使うんだって話どこで育てようかねなんでアイテムがさ食えるわけ。ゆっくり倒あ近い近いぞ近いぞ。やべやべやべ、はい、どっちこっちか。そう種子持ってる種子持ってなんかバカみたいだな こいつ種子がお守りだからギュッと握ってる種子を。俺の頼れる存在は種子これでこいつなんだ唯一の生物だからな。あでも先やいないね。ここが多分闇の力が多分最終ステージなんかな。あー人造人間じゃねえわ、人体模型全部やったら解放じゃないなのかな。一旦ダクトの2個目行ってみるか。せやね、せやね。うわー死にたくねーここまで行ったらやだねー。お着いた。あーどこに繋がんのこれ。多分これで行けなかった方に行けなかった。あー上に行ってるから。そうだね、ぽいねぽいねぽいね。来た。え、オカメかあれ。あーオカメか、照明かと思った。場所変わったな。え、広くない？そこ下行ったら開けれんじゃね？開いた、来た。おお。来るの？鍵がかかってて来れなかった。行けなかったわ。やば。やべえ！何人いんだよ。いた！やばい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 。やばいこっち側。あ、一回。危なあ。あいつ一瞬なんか困惑してなかった？目と目が合ってなかった。俺鍵通れなあれ通れたっけ通れてないっけとか分かってなかったんだね。何の音？何？何の音？ポン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 。ほら、さっきもね赤い髪外した時この音鳴ってたのよ。なんでこんな入り組んでんの？一通なんですけど。え？あ、またチャイム。やば。あ、いるくね？また上。どこ？どこ？あ、屋上じゃない？お腹が。すいた。すいた。涙。涙。どういうことだよ。え？どういうこと？やっぱ昼ご飯タイムってことかな。あ、うわ。ここ開けられないけど。行くしかない。うわー。やっぱここもモヤモヤしてる。一旦隙間に入るしかない。今部屋あったな。来るよ。来ない。来てる。来るでしょうね。でしょうね。なんかおかみいなかった？おかみいた。あーやばい。あー悪魔。そう悪魔やばい。走れやばい、一発、どこ知らない隠れないんか。あ、栄養剤。あ、栄養剤。隠れじゃね、一回、隠れよう。録音しか暇はないぞ。暇ないんじゃないか。このクソったれ、こっちか。はい、父さん。あ、アトシ。アトシだ。パシン。お前を見るたび、あいつを思い出す。お父さん、落ち着い。お父さんなんだ、ゲームは。あいつはお前を見捨てたんだぞ父さん。僕は母の顔さえ。あ、だめだ。痛い。今日はここまでだ。ああ、なるほどね。ここどこ？本日のメニュー食堂だ、ね、日替わりランチ生姜焼き定食だって。豚だ、いいね。自販機押せない。あ、入れる。あ、入れるね。じゃあここに隠れれるよね。あ、なんかあるな。釣り竿ってなかった？ええ。どこでなんで種子と釣り竿持ってんの？種子で釣ろうとしてない？なんか。近いよ。隠れろ。アウトドアすぎない俺。育てて、釣りして。結構サバイバルだな。待って、冷静に。今の状況を。屋上には鍵がかかっていけなくて、で、なんか下のボルトのロック解除したら追いかけられたから、まだ下には行ってないんだよね。この階層もいろいろ部屋があったから、ドアとか。ロッカーめっちゃある。ぐちゅぐちゅしてる。湧いてるぞ。食堂なんだ。ここは？
あ、図書室？図書館じゃない？広隠れれる。え、右腕。お、右腕。うわー。ライトアーム。えぐいな。オカメがふわーってしてる音がする。あ、やべ。右腕を取ろう。一回種子を置いてね。あ、なんか赤い本あったよ、今。奇妙な本。え、押した。押しちゃったよ。デレデレデレン。いいの？あ、青い本とかじゃなくて大丈夫なの？あ、全部押したら反応するやつだ。録音9。9！ お、田舎島、最近の自殺について聞いたか。あれ、田中。あの子の担当だろ？ああ、小林のやつらにいじめられてたそうだ。先生か。本当に気の毒だよ。彼の手首を見たか？どう見てもヤバすぎるだろ。まるで死ぬほど痛みを感じたかったようだ。担当なんてやってられないよ。おい、そんなこと言うな。とにかく、あの子はその自殺事件のあの有名な政治家の子なんだ。なるほどね。その政治家の腕にも似たような傷がたくさんあったそうだ。もしかしたらそのいじめられっ子に関係しているんじゃないか。ニュースでは自殺かどうかまだ確認されていないそうだぞ。でも多分自殺だろうな。最近のいろんな暴露があったからな。いやー、怖い怖い。大丈夫か、中島。あー、なるほどね。中島と田中は先生だ。じゃあ、そうなんだ。で、多分ミスター M がその政治家で、ミスター M は淳のお父さんだよね。そうで、淳が多分その自殺しちゃったんじゃないかな。あー、なるほど。え、おかめいる。やべやべ、バレるぞ。やべ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 。え、あのおかめはさ、呼び寄せんのかな。多分監視とかなんじゃないの。あいつ自身にはなんか機会ないよね。そう。これか。なんだ、なんかが、ほわーん。なんか落としたね。なんかほわーんしたよ。なんか開いた音しなかった？ね、開いた音した。どこ閉まったんだよ。まず、閉まっている場所さ、やべ知らねえって。やべ。おかみだ。屋上の鍵開いた？屋上の鍵がほわーん。開いた。開くわけないよね。開いてないわ。あとなんだ、やってないのなんだ。まあ、どこかが開いた。あ、ここ何？ベッドルーム。保健室？機関。機関だ。出た。小腸。やだ。やだなんか。小腸。こっち大丈夫言って。いや、あいつは時間が経ったら。絶対そっちから来るよね。ほら、来た。やべえ。これさ、一周ぐるってできないかな。やべえ、おかめもいる。おかめあいつはあんま悪くねえわ。バレてんじゃない、そこ。大丈夫かな。追ってきてない。一回隠れよ。よし。汚ねえ。やだ、見せないで。ちょっとリアル。ボコボコ感。やだ。やってないことは、まずどっかが開いた。どっかがほわーって開いた。どっか開いた。わー、いたの。ちょっと赤文字出てなかったやん。あ、ごめん、今ミスったな。今左に行けばよかった。一回そこ入っちゃえば。よし。コインもね、まだ発見してないからな。ないし。とりあえずどっかが開いただろうから。これ最終的な井戸から脱出って感じなのかな。あー、どうだろうね。なんとかしてお金を見つけて。やべ、オカメいる。オカメ。オカメはまあいいんじゃね。あー、後ろ、マジでー。ちょ、理解室行きたい。理解室はここじゃないか。あ、どうも。あ、スタミナがなくなるんじゃない。あー、ほんとだ。オカメはスタミナがなくなるのか。ノー。ノーね。いや、でも一旦隠れっか。釣り竿をさ、どこで使うんだよ。理解室をちょっと確定した。うわー、いるな。あ、オカメ。まあ、オカメはスタミナを減らすやつってことは分かったから、多分ね。やべ。どっから上に上がるんだ。そこの右側か。
違う、そこスイッチか。これ右腕でしょ。右腕。ここか。ここか。で、こっち行くと、で、右で。あれ、棚は。いや、あ、あった。あ、ここだ。あ、違う。その反対の。こっちか。うん。わかりづれ。やっとだ。はい。アイトン。はい。アイトン。あと腕 ?1、2、3、4、5。あと2個かな。チャイムが。これチャイム何なんだろうね。ハンター、放出、みたいな。レベルアップ。赤バント。1体追加。やばすぎ。一回さ、右腕持ってきていい？持ってきたいね。右腕と釣り竿を回収して。そうだね。固めときたいね。え、でも、あと行けるところは、行ってないところ屋上ぐらいだぞ。ポンプの先ってさ、閉まってたよね。ポンプ、遠いポンプ取るか。この辺か？ここ。これか。腕。あった。腕ゲッチュー。よし。あと1個です。どこだよ、あと1個。これ一旦ポンプやるのも手だな。ここに同じ階にバケツがあるのよ。一回右腕を。置いとくか。うん。やべ。あー、スタミナが減ってる。いやー、まずい。待って、まずい、まずい、まずい。スタミナが減ってる。まずい、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 まおかみほんま。うえぇ、いるんか、芋ってやがった、こいつ。取る、取る、取る。逆、取っちゃう。逆に。何？鍵がかかっている。鍵がかかっている。まあ、とりあえず、3回しか。ああ、まあ、じゃあ、まあ。近いね、これね。でも後ろにいるパターンもあるんだよね。近いね、うわ。ねえ、ここやばい。おかみの方がまだ最悪。大丈夫か。ダンスタミナ温存からのねえ、やばい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 。雲注意ね、横通って捕まった。大丈夫、追われてはいない。これね、雲にね、雲にダメージ食らうんだよね。ここだっけ。ここだね。まあ一回隠れてーな。こうか。いや違う、え、取った、あ、取った。ダメージ食らうんだ。100円だ。来た。井戸だ。井戸へゴー。釣り竿置いとくか。来た。やばい、ハート。よしよし。ハートだ、やばい。え、もう栄養剤ないんじゃない？オッケーオッケー。これでどうしよう、来た。しょうもなかったら。マジで。はい、お金。お金、投げ銭です。どうよ。おー。どうも。お、いいね。ほらよ。ほらよ。え、何？青い髪。青い髪？え？え、プルル、プルルルって言ったよ。え、どういうこと？赤い髪と青い髪だからね。え、青い髪はそこトイレに貼るのかな？あー、なるほど。インディゴの髪でやったらさっきダメだったもんね。だからそうか。青だけどインディゴだからダメなのかな？これ、クリアこれ。クリアかな？ついに。え、俺人体模型揃えてないけど。あれ何？ボーナスコンテンツ？そんな部屋だもんね。目の前、この目の前。うん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 。最悪危なかったら握ればいいしな。青い髪？貼れる？下に。貼れはしない。貼れない。青い髪？赤い髪？どこに何をするんですか？誰か！やべ。なんだ？うわ、危ねえ、目の前いた。何すんだ？もうさ、井戸は触れないん？もう一回行ってみるか。ないのかな。いや、でもあったとしてもじゃない？次ほら、なんか、趣旨くれたら。お金から趣旨？求めてる。趣旨くれたら。求めてるものの価値が下がってない？いや、わからん。家庭菜園したいかもしれん。お！お！ここだけの話、裏技を教えてやるよ。あの、ちょうだい。赤マントを倒す方法がある。裏技なのか、それも。神社に虹色全部の髪を備える。どこだよ、神社って、まず。ええー、
待って、虹色全部、ね、赤、青、オレンジ、インディゴで一応今4色ある。大体7色じゃない虹色って。そうだよね。神々からの贈り物を授かることができる、はあ、幸運を祈るへっへっへ。なるほどな。神社ってあったっけ。屋上かな。いや屋上じゃないこれ。屋上っぽいな。でも人体模型探すしかないか。あと1個だもんな、腕以外だったら。でも心臓が目なんだよな、大体。あー心臓っぽいね。俺の予想はなんか釣り竿でなんか釣るんじゃねえかな説がすごい。あとポンプの先。ポンプの先、ポンプの先も言ってない。鍵かかったところね。あれ古い鍵じゃ開かないよね、多分ね。やっぱ、開くのかな。一応持ってってみる。いらないアイテム消える判定ない。危ない。誰？しかも赤マントとか。赤マント、赤マント。黒くない？え？こんなんだったっけ？え？なんか違くない？誰？ちょかった？赤じゃなくない？黒マント？黒くない？黒マントじゃないこれ。え？あんな声出したっけ？うわーみたいな。しまった。二体目？ハンター放出。え？めっちゃ強いやつ出てきた？俺ここで死んだらもうやめるからな。もう別に知ったこっちゃね、まあ、結末なんか。そうだね。ここまで。だるいね。セーブないのやばくない？栄養剤もらえませんか？保健室なのに。あ！録音さん？録音さん？また録音するとはな。お。まだ自分の声を録音するのは少し恥ずかしいな。単刀直入に言う。僕の父は僕を殴り、最近悪化してる。はいはいはい。これを聞いている方々が僕を信じてないでしょう。父が非常に尊敬されている政治家であるからでしょう。本当だ。M ね。しかし父は2つの顔を持っている。父は透明性を常に重視していると皆に言い伝えています。透明性。だから父は真実を自分の都合に合わせて曲げています。なるほど。とにかくこれ以上僕から聞く必要はない。証拠はいくらでもある。どういうこと？え？どういうこと？まあ、とにかく、まあ、やられてるってことだけは分かったなぁ。あと人体模型1個だけど。1個だけど、他に行くところないなぁ。何が動いたんだろう、ここで。ポンポロンポンポロンポンポロンって言ったもんね。何があんのかな？録音でしょ。あ、植木鉢。種子じゃない。で、何？で、水をあげろってこと？で、水なんかあったっけ？酸が入ったバケツ入れるとか、マジや。なるほど。マジで言ってるそれ。あ、お札。何？どこ札？で、誰？何このお札？何に使うのこれ？悪霊追い払うお札。これ、一個持ってていいんじゃない？これ不死のトーテム的な感じ？マイクラの。たぶん。いや、でも面白い。俺、試す、あれないぞ。勇気は、お札の。まあ。それでダメージ食らうんだったら。そうか。いる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 。いるいるいる。バカお前、バカお前、バカ。なんか、むずくなってない？いや、むずくなってる。なんかパンダみたいな顔してるな。むずすぎー。マジかー。お札使えばよかったか。あったかもね、お札。むずやばすぎ、このゲーム。これでもそもそも初見でクリアすんのほぼ無理だよな。無理じゃない無理無理だよな。まあ続きがあるかどうかはどうか僕たち次第
ということで、戻してきました。なんかしれっと Day2 になってない？どういう状況これ？まあ、死んだところまで戻ってきましたよ。あ、前回？人大模型、まあ、5個か6個ぐらい入れたじゃないですか。ラスト2だったね。はい。で、まあ、あと何したらいいかわかんねえみたいな状態になって死んじゃったわけなんですけど。はいはいはい、そうだね。で、まあ、私一応裏でいろいろ探索してまして、いろいろ調べたんですけど、はいはいはい、正直あの何か新しい箇所見出せてないんですよ。あれ、変わりはないと。人体模型も7つ入れろって言って、まあ、6つ入れて残りの1個見つかってないわけで、それも見つかってないんだけど。あ、変わってはないんだね、状況は。まあ、ただあの栄養剤があったりだとか、あの、はいはいはい、そういう回復アイテムが残ってたり、そういう部分はあるんだけど。なるほどね。はい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 、はい。で、一個俺の中の仮説として、仮説ちょっとあるのが、あの、はい、2階で、あの外に出るなんか正面、なんか裏の正面玄関みたいなあるじゃないですか、雨が降ってるさ。あー、灯油ポンプか。灯油ポンプがあるところ、はいはいはい、うん、あったね。で、あそこがあの鍵かかってじゃないですか。あ、あの、両扉ね。両扉、そう。はいはいはい。あそこの鍵を、まあ、どうにかしたら多分開けるんだと思うんすよ。あー、まあそうだろうね。で、一個仮説としてあるのが、あ、南京錠の鍵。あー、確かに。あと使ってないアイテムとしては、うん、あの、酸が入ったバケツ。なー、確かに取ってそのままだもんな。あれ使ってないんすよ。あ、ぶっかけて、だぶっかけて、でもそっちちょっとなんか薄い気がするけど、うん、鍵を溶かすルート。なるほどね、まあ、このどっちか、この2つちょやってみようかなと。それでダメだったら、ちょっと笑ちょっと笑デイ3ですかこれ。ちょっとさすがにその時は調べさせていただく。なるほどね。で、現状、ここに栄養ドリンクとか、鍵とか、いいね、バールとか置いてあります。で、あと脳みそ、脳みそだけちょっとまだ入れてないんだけど、これは6個目かい。これ6個目です。これ入れたら、はい、6個目なんで、まあ、一旦鍵持っていくか。一旦鍵か。じゃあ、はい、栄養ドリンクはダクトにも置いて、一応ね、何かあった時のために入れとくということで。おー、いいね。じゃあ行くぜ。 OK。 もう大体マップは覚えたの？大体覚えた。おー、さすが。やってるね。大体裏でやった。こっちが正面玄関なんだけど、はあ、ポンプね、ポンプね、ポンプ、ここかな。ブルプールゲートロック。で、ここに鍵。鍵使えない。ダメだ。はい。ダメだ。鍵は使えなかった。じゃあ、3か。でも3じゃなかったら、あとはもうバールでこじ開けるか。え、物理？で、バケツここにあるんで。あ、なるほどね。ま、使ってないもんな、バケツ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。さあ、頼む。お願い。マップ覚えてるから。何でか怒ってくれ。ぶっかけろ。お！そんな、そんなことある？そんなこと、待って、新マップ、新マップ、ちょっと待って、わかんない。なんでそんな雑なことある？わかんない。こんな。ちゃんと、ちゃんとなんかアイテムしっかりしてた。上路？またこれあれじゃん。あれだ。図書室の、おっと、図書室だ。来るよ。図書室のあの、趣旨だ、急展開、急展開。まさかうまくいくとは。待って、どこに隠れればいいのかわからん。ここを逃げらんないんじゃない？ 100! また100! 何？また井戸に入れろだと。井戸にぽいだこれ。いっぱいアイテムがあるね。あ、脳みそ先入れてくればよかったな。てかさ、今思ったのがさ、プールやっぱ釣り竿使うんじゃないの？あー、ありそう。絶対なんか釣るって。これ、あるよ。お、目だ！目あったじゃん。あった。待って。待って、全部持ってきたい。全部持ってくれたい。一旦上路捨てる？一旦上路か。上路かな？一旦人体模型観察するか。グロ。でけえこれ。やっと進めたじゃん。やっと来た。これだわ。なんで3で開くんだろうな。でも逆にこれクリアできたってことは、やべ。うん。やべ。これクリアできたってことは、うん。あの、未回収アイテムがないから、ああ、確かにね。未使用アイテムがないから、基本的には、もうゴールに近いという。うん、近い。で、こっちが理科室。こっちが理科室だね。
もう覚えてるから、任せて。やってますね。赤マンタ。やってますね。赤マンタ園長って呼んで。赤マンタ園長だね、これね。よし、来た。え、これ完成しちゃうの？完成、完成。ドン。ドン。ドン。あ、動いてる、動いてる。動いてるよ。何？腰から？何？ケツから何か？なんか出してる？あ、なんか出てる。何？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 早く出して、早く出して。え？何？縄？何これ？ロープだ。どこから？しっかりしてるロープ。人の体重も軽く耐えられそうだ。どこからだよ。どれだよ、それ。何に使うんだよ。考えれるのは、屋上に行けたら、屋上から脱出とか。それか、井戸で使うとか。あー、井戸に入る。あー、まあ、それもあるかもね。じゃあ、一旦、解剖は OK だね。解剖腎臓。OK、終わった。モデルは。うん。あとは、上路か。上路釣り竿。上路釣り竿で、釣り竿がここにあるから、食堂にあるから。なるほど。回収していきたいね。あとあれだ、図書室のさ、赤い本あったじゃん。あれは未だに謎。はいはいはい、ポンポロポンポロね。うん。あとお守りで、釣り竿ここにあるから。種は種はね、もう植えてる。あ、植えてんだ。近いよ。あ、来るぞ。後ろいた。来た。はじめ。はじめ、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 はじめ。あ、すごい。早くないなんか。スピード上がってない？上がってない。ちょっと鍛えたかもしんない。いっぱい走ってなんか、脚力上がってるな、こいつ。やべ。あー、大丈夫それ。うまい。うまい。抜け方がうまい。じゃあ、プール行くか。プールに行きましょう。これ、プール行って釣り竿を使えませんでした。ちょっと嫌なんだよな。そしたら釣り竿を置いてこなきゃいけなくなっちゃうから。そうだね。100円もあったからね。そう。一旦。さあさあさあ。あ、ポータルあるね。そこにポータルがあるんだ。なんか使えるところあんのか。あ、汚れたプール、ほら。ほら、やっぱり。あ、通った通った。通ってる。そんななんか、しれっと。黄色い髪。しれっと。じゃあもう、釣り竿は大丈夫か。でも、髪ってことは、また取りに帰らなきゃいけないな、うん、アイテム数的に。そうだね。まあね、いやー、これ限界か。上路100円か。上路100円だな。ってことは、これで、髪は5色目だ、うん。青、インディゴ、赤、オレンジ、黄色。うん。多分植木鉢で一色じゃない？ああ、そういうことかなー。で、100円でまた一色？ここ行ってない。あ、隠れれる場所だ、これ。ロッカーじゃん。紫色。紫色。ここに2個ある。6色目。6色目？じゃあ、あとできるのは植木鉢と井戸だな。おい、これ、あるぞ。クリア。めちゃくちゃいいじゃん。やめろやめろ。フラグ立ってるから。めちゃくちゃいいじゃん、これ。黙れ。よし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 。黙ってくれ。行っちゃおう。で、ここ行ったら、図書室。図書室かな？ここ左に図書室あるから。はいはいはい。入れれば、OK。よし。OK。で、さあ、上路。奥の方だよね。その辺だっけ。ここ。あ、それか。さあ。え？え？待って。水を汲む必要がある？え？まあそうだな。まあそうだよな。どこで？なんだ？水？じゃあ一旦糸行くか、ロープ持って。ってことは、あと髪は一色だね。まあ、出てない色としては緑かな。あ、緑かな。でもさ、インディゴと青って被ってるよな。確かに。そこ別でもいいよな。ピンクとかにしてもいいけどね。そうね。ほぼ青だからな、両方とも。じゃあちょっとスイッチを。くと レバーをね。そんなことある？やばい。やばい。ハートです。ハートだ。まあでもハートは大丈夫だね。ハートの次、デンジャーなんで、まだ、まだ大丈夫。うん。ダンガーだったら回復使う感じか。これね、あ、止まってるな。あれ、止まってんじゃん。いけるじゃん。あ、いけるじゃん。なんだ？いや、今のじゃダメージいらなかった。いけるじゃん、じゃあ。今のダメージいらなかった。はい。はい、投げ銭です。あれ？あ、ここだけの話、裏技教えてやるよ。赤マンタ倒す方法がある。これ前回と一緒じゃん。え、これ、じゃあ100円もいらないってこと？わかった。え？先輩、自販機だ。あー。
自販機だよ。うわー、そうか。で、多分なんか水がもらえるんだ、自販機で。水？プールの水入れるとかじゃないもんね。さすがにね。プールはなんか汚えって言ってたしな。言ってたよね。うん、やっぱ栽培したいから。じゃあロープ置いてくよ。うん、置いてこ。急げ、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 急げ。はい。枝。何買う？絆創膏。絆創膏。え、回復するアイテムかよ。え？え？なんだ？ちょっと待ってくれよ。今使ってないものがロープとじょうろじゃん。うん。で、植木鉢があって、ワンチャンじょうろプールの水汲めるかなって。ああ。いやでも、プールはもう釣り竿で使ったからな。でも水が今んとこあそこしかないんだよね、プール。まあ確かに。まあでもプールって普通塩素入ってるからさ。そういう問題。植物に塩素入れの水入れたら死ぬと思うんだよね。うん、まあ確かにな。一旦じょうろか。じょうろ持って散策か。もうこれじょうろ持ってもう散策しかないか。じょうろここで拾ったから、ここで使うのはちょっと、考えすぎか？踏める？くんど！踏めないか。くんど！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 汚いプールの水がいたジョーラ、ちょっと魚臭い。これだ。塩素入ってますよ。マジか。枯れちゃうよ。よし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 。進めるぞ、これで。よし。よし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 。ジャバーし、ジャバーしろ、ジャバー。くも。レッツ、ジャバー。はい。来た。奇妙な植物。100円。いらない。また自販機？多分自販機だね。え、最悪ここに雲。え、でもさ、自販機は回復なんじゃねえの？まあもうでも3回だし行くだけ行くか。まあまあそうだね。頼む、回復以外で頼む頼む。ミルク。ミルク？え、こっち回復アイテムじゃないのこれ？ガラスの瓶に入ったミルク。一旦隠れよう。一旦隠れよ。え、ミルクって何？ミルクって何？カルシウムを補給してどうすんの？成長期ですか？え、成長期？ミルクなんか使う場所あった？どこだ？じゃああと行くところなくね？もう紙も取ったし、だからあとは屋上の鍵のところだよね。屋上に行くルート、まあ、ロープをどこへ使うか。ああそこか。一旦屋上の鍵付近もう一回調べてみるか。屋上の鍵、そうだね。あ、待って、誰かいない？人がいる。人が倒れてる。あ、え、これか。あ、涙。お腹空いたって言ってたじゃん。ほら。あー、こいつにあげるのか。牛乳あげた。マジかよ。ミルク欲しかったの。マジかよ。ごっくん、ミルクでお腹は膨れねえだろ。膨れません。美味しかった。うん。開けて。開けて。お腹が。おい。開いた？開いてない？後ろがロックされてる。開いてない。何のために。もうちょっと持ってこいってこと？もうないぜ、別に。ミルクあげたのに？関係ないことある？いや、関係ないか。あとはミルクと、うん、あの固形物。そんなもんなかったよ、固形物なんて。やっぱちゃんとした食事を与えなきゃいけないっていう意味で、だ2個与えなきゃいけないんじゃない？いや、ない。もう現状できたか、アイテム。いや、できってると思うんだよな。あと紙でしょ。で、ロープ。ロープ持ってくか。あと、あとはお守り、お札。食わす。なんだ。多分おにぎりじゃないかな。ちょっとこういう状況かなのに、あいつちょっと贅沢じゃない？そうだね。牛乳で我慢しろ、せめて。ねえ、せめて1個で我慢しろっていう。本当だよな。あと触ってないところは、あえて一番最初の下駄箱とか。でも下駄箱見たもんな。あ、そこの闇力まだ見てないね、そういえば。闇力はね、よくわからん。今行ってないところは、闇力、屋上、
で、うわ、やば。ぐらいか。あー、来るな、来るな。いてー、最悪。ヘルシー。多分そのぐらいか。闇力屋上だね、言ってないのは。で、アイテムはロープ使ってない。お札使ってない。お札使ってない。そのぐらいか、あとは。お札をどっかで使うか？うん、一番だって、ロープは、おそらく屋上で使う。うん。ってなると、やっぱ一番今使ってないアイテムはお札だから、お札で何かをする説は高いね。あ、お札闇力じゃない？闇、あ、そういうこと、闇を封じる。あー、それだよ。それだ。それだよ。封じて、封じたら開く。でも封じたら開くのか。封じたら閉まっちゃわない大丈夫かな。いや、闇力、まあ、払うってことでしょ。うん。確かに、お札を払う系だから、ま、一番使い道としてはしっくりくるね。それだ。あ、で、あ、そうか。で、多分闇力の中で、おにぎりとか、あんじゃない？なんかあんだわ。ロープ使うとことかね。うん。いや、もうそこしかない。それがダメだったらもう、わからん。それがダメだったら、人体模型に貼るとかじゃない？人体模型、あいつ呪われてんの？呪われてるだろ。まあ、どう考えても呪われてるだろ。動いたぞ、だって。まあ、そうか。頼むよ。開いてくれ。開いてくれ。開いてくれ。おお、開いたー。え、あ、なにこれ、捧げ物。神社じゃん。え、ここに神社なの？ロコンゴ、ごめん、どうしよう、どうしようもできないんだ。こんなん見せられても、お願いだ。二度と俺に相談するんじゃない。もう俺の手にも及ばないんだ。お父さんだね、M は。やべ、来てる。え、近くない？何か。何か置け、なんか、多分これ神社だから、紙持ってくんじゃないか、ここに。木だし。え、まさか何もない。100円 !100 円あった！これで自販機だ。あー、でご飯もらえるのか。そうだ。来た来た来た、すべてはつながった。オッケーオッケー。じゃあご飯取って、でも紙、ここじゃない？まず。紙はここだね。来た来た来た。来た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 。じゃあまず自販機か。自販機。わかるかよ。わかるかよ。こんだけ絞りに絞って、でも最終選択でようやくだぜ。うわぁ、マジここ、このゲーム難易度高すぎじゃね？高すぎる。急げ、急げ、頼む。おにぎり来い。おにぎり来い。おにぎり。コッペパン。コッペパン。パンか、パンか。来た来た来た。よし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 。パンをあげに行こう。いやぁ！一旦どっち？上行っちゃうそれ。上行っちゃう、上行っちゃう。いける？いけるいけるいける。負けばいける。多分巻いた、多分巻いた。多分巻いてる。負けたか？巻いてる巻いてる。一応全速力で、うん。走れば、うん。なるほど。よし。来た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 。頼む！開いてくれ！どうぞ！来た！お、来た！来た！ありがとう！で、パクパク。で、ごっくん。ごっくん。ありがとう。そしたら？もう大丈夫。ところで、私の名前はなぎさ。誰だよ、お前。なぎさ、はい。え？こっから脱出できるよ。そこに開け口があるから。開け口？多分そこから逃げるんじゃないかな。この鍵を開けるね。開け口って何？頑張ってね。お、どこ行った？え？あー、え？開け口って何？何開け口って。あー、紙だ！緑の紙。ドコン銃。銃。あー、なるほどね。おい、誰かいるのか？また最近流行りのドッキリじゃないだろうな。中島は先生だな。トイレくらいちゃんとさせろってんだよ。あ、トイレに監禁されたのかな。かわいそう。選べは？赤い髪、または青い髪。一番最初のトイレだ。やっぱりドッキリなんだろう。選べ。わかったよ。じゃあ青。待って、アツシ、お前じゃん。美しさは、あつしか。内側にあるものだ。はいはいはい。なんかこれ、言ってたな。これね、青と、赤い髪。うん。これはね、あ、屋根の開口部。ロープだよ、それ。それ、行っちゃっていいのか？え、これ、分岐かな、これ。分岐だ。脱出ルートか、
紙全部設置して、赤マント退治ルート、退治ルート、どっち、マジ、いやー退治ルート見たいかも、ね、ここでセーブさせてほしいんだけどマジで言ってる、退治するか、いけるんじゃないか、退治しに行くか、いいか、退治に行こう。でも紙はもう全部もう一箇所にあるから、そう、それはそう、もう あともう張りに行くだけ作業、この都市伝説があって、うん、そう、俺ちょっと調べたんだけど、はいはいはい、学校の都市伝説なのかな、ちょっと分かんないけど、うん、トイレに入って閉じ込められて、あー知ってるかも、そう閉じ込めて、でトイレットペーパーはないんだよねその時に、うんうんうん、そうだね、で紙がね、紙がねってなって、どうしようってなった時に突然外から選べって言われるらしくて、赤い紙を使うか青い紙を使うか、で赤い紙を使うって選ぶと、うん、全身からなんか血が吹き出んのかな、うん、それで死ぬらしいんだって、うん、青は、で逆に青を選ぶと、うん、全身の血を抜かれんだっけなどっちにしろじゃないそんな無慈悲な、そう、どっちにしろ死ぬの、そう、どっちにしろ死ぬんだけど、死に方が、そう、違うのよ。で、さっき、うん、あの中島先生、青い方を選んだから、だから、なんか内側にあるみたいな話が、アツシしてたじゃん。ああ、はい、はいはい。だから血が、こう、内側に、あ、行ったみたいな感じなんかな、多分。そんな、残酷な都市伝説。なんか、ずるくね逃れらんねえじゃん。よし、じゃあここからは貼っていく作業です。貼っていく作業ですね。はいはい、あ、後ろに貼ってるね。しかも回復薬も1個残ってるからね。確かにね、もうあいつ積んでるな。もう怖いもんないよあいつがあれじゃない、あの選ぶ側なんじゃない、今赤い髪か青い髪か、赤マントが、そう、選べっつって俺らが今ミニ鬼だけにそうそうそう、赤か青かえ、青選んだらどうなんだろう青選んだらやっぱ俺からの優しい抱擁がいらのいらな赤選んだら多分俺に論破されて、うわーやだわあーもうこいつ本当うぜーってなってある意味、ある意味死ぬのかもしれない。内側から攻めていくパターンね、うん、君はじゃあ。内側には、うずくしさがあるっつって。論破していくんだろうな。よし、じゃあラス1。オレンジ。入ったからね。なんでオレンジにしちゃったか。赤とかにすればいいのにな。考えとけばよかった。全然考えてなかったそこ。よし。決めよう。どうなるか。終わりです。オレンジ投入。ドン。ドン。何？ふわ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 。何これ？刀！刀！正宗！草薙の剣！草薙の剣だ！何？で？何？これ倒せってこと？切る？そんな物理？え？急に物理最後。聞いてない聞いてない。これ触れるかどうかもわかんないこれ。本当に触れる？え？ちゃんと戦えるんだよねこれ。ダメだったら、もう一回もダクト行こう。まず。一体ダクト、うん、うん、最悪ダクトに一回ダクト、これもう何もできないよね、もう何もないもんね。あ、右か、いたいたいた、あ、来た、倒した、うお、え、そのサクッサクッ、え、え、終わった、え、終わったよ、刀なくなったよ、え、え、そんななんか死んだえ、え、待って、え、なんかほわーとかないの、ちょ、ちょ待って、ちょ待ってちょ待って、何、え、ゲームバグった、え、ゲームが、え、待って、ゲームが止まった、え、嘘でしょ、え、嘘でしょ、え、なんで、え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、やっぱ変だったもん、やっぱ変だったもん、え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、マジ、ねえマジで言ってる、ねえ、だってそうだもん、サクって言って死んだもん今、ねえ、なんかないと、あねえマジで言ってる、本当に嘘でしょ。ねえ本当に嘘って言って、ねえマジで、え、嘘でしょ、マジで言ってる、ねえこんなところでバグるってないよね、マジかよ、マジかこれクリア
まあ、多分あいつは死んだからおそらくクリアだと思う。本来ならあいつさ死んだんだけどさ、画面のこの赤文字消えてないんだよね、うん、消えない。多分ね、なんかバグったね。マジかよ。ねえ、マジで言ってる。そんなことある？こうやって赤マントが生まれてくんじゃない？次の。俺が、うん、これで多分次の赤マント君だよ、これ。草薙のセリフで討伐したのに。そうそう。ねえ、学校を徘徊する。マジで言ってるの？こんな取れ高いらないよ。もう一回やるの俺。戻してきました。まさかもう一回やったんですか？もう一回やりました。お疲れ様でした。いや、しかもちょっと一応さ、ルート2つあったじゃないですか。はい、そのままロープで、ロープで、そう、討伐ルート、うんうんうん、あのこれマルチエンディングなのか、うんうん、あの討伐してからロープで逃げるのか、うん、あのどっちかちょっと分かんなくて、あの場合によっては、はいはいはい、あの脱出エンディングの方も取らなきゃいけない可能性があったんで、まあそうだね、ちょっとマルチエンディングかどうかだけちょっと調べさせていただきました。はい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 、はい、そしたらうん、マルチエンディングでした。なるほどね。なんか、あの、やっぱ、討伐ルートと、ロープで脱出ルートがあるらしい。ってことは、うん、さっきあのバグで止まったところは、本来ならエンドなんだね。うん、一応エンドになる。エンディングになるはずだったんだね。らしい。うん。うん、なんと災難だね。いや、つまり私今からちょっと討伐するんですけど、あ、これバグらなければ、うん、はい、バグらなければの話で、はい、討伐して終わったら、もう一回やって、ロープから出る、ね。ロープから出るルートをまたやらなきゃいけないという、今、そういう状態です。地獄じゃねえかよ。俺だよ、地獄なのは。お前じゃねえよ。俺もこれ編集すんだからな。まあ、ということで、一旦ちょっとね、討伐していこうかと思います。了解、了解。もう本当にもう戻す作業大変だったよ、もう。もうサクッとやっちゃってくれ。もうあの赤い紙と、あとインディオの紙を貼るだけなんでね。はいはいはい、了解、了解。いきます。で、さっき、あの、よくわからんところでちょっと倒しちゃったじゃない。うん。で、それでバグった可能性があるんで。ああ、なるほど。あの、ここで倒そうかなと。あ、入れるんだ、中に。うん、さすがにここで倒せば。まあね。まあ大丈夫だろうっていう。うん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 。これでバグったら俺はもう、やめる。もう、マルチエンディングなんか知ったことじゃない、ね。うん、このゲームやめる、俺は。アガマントさん。来てください。あいつやられるの分かってて来ないのか？多分ね、分かってるよ、あいつ。ワンチャン、あの、バグに持ち込もうとしてる。嘘だろ、俺バグとの戦いなのか、うん、これ。そう。ここでやりたくない。ここでやりたくない。まあ、最悪、食らって、このまま、食らってもいける。いいかね、確かに、うん。ヘルシーだから俺。ヘルシーだし、今ね。探そう、あいつを。ハンとするの俺です。行った後ろ来たよし行け誘って、中でぶった切れ。ほら倒した。どう？あーい、やっとなんかぽいよ。あ、ぽい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 。あ、ぽい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 。これだよ。これだよ。これが見たかったんだよ。やっと。これが見たかったんだよ。え、死んだ？終わった？で、動かせないの？動かせない。あ、徐々にフェード、ああ、徐々に。ああ、終わった。バグってない、よかった。ああ、終わったー。うわ、エンディング。女の子は、やってのけた。やってのけた。主人公女の子なんだ。ああ、まあ、そうだね。女の子はしばらく立ち止まり、前の血だまりに横たわる怪人をじっと見つめた。おう。彼女は目を閉じ、ただの夢であることを願った。翌日の朝は普通の朝だった。やっぱり夢だったんだよと何度も唱えたが、
彼女の手の震えはなかなか止まらなかった。自身の手で男を刺したという事実は彼女にとって とても信じられなかった。あれは人間だったのだろうかと女の子は疑問に思った。男だったんだ。実際に何が起こったのかを確認しなければならないと思い、彼女は放棄された校舎に戻ることを決心した。ん？校舎は彼女が覚えていた通りだった。だが遺体とその痕跡だけはどこを見ても見つからなかった。あら、どっか行っちゃったんだ。女の子は即家に帰り、ベッドに横たわり、全て忘れた方がいいと思い、それから誰にも言わず普通の日々を送った。なるほどね。最近の斬撃者による最後の連続殺人事件から数ヶ月が経過し、再び現れるという兆候も何も出てこなくなった。はい。斬撃者の噂は広がり、やがて中高生の間でよく知られる都市伝説となった。なるほどね。皆その斬撃者を赤マントと呼び始め、赤マントを身につけた仮面怪人と司令官、学校のトイレを使用しようと思って、切り刻むのは青くなる前に首を絞めるが殺すと言われるようになった。なるほどね。だがその伝説が実話に基づいているかどうかは定かではない。ほう。途中のあのカセットテープと何が関係あんだこれ。あ、赤マントがアツシだったってこと？赤マント？あそう、なんかあったもんね、その傷があったとか、うん、あそう、傷が、タイム46分早いなこれ一応待機時間とかもあったんで、正確には もっと早いと思います。多分もう半分ぐらい早いと思います。なるほどね。あ、これ今実績が出ていい結末って出たんで、これグッドエンディングですね。グッドエンディングが最後の方に赤マントを切るみたいなの書いてあったね。あ、書いてあった。だから、まあ、まとめると、多分、アツシがいじめられてって学校で、うん、で、いじめられてって、お父さんとかにもいじめられてた、まあ、DV とか受けてたみたいな話あって、ね、はい、で、なんか腕に傷とかがあったとかいう話してたから、うん、まあ、その頃からなんかこういう斬撃でなんか、人をいじめたりとか、自分を痛めつけたり、とかいろいろしだして怪人になっていったみたいな、そういう流れなんかな。怨念的な、怨念みたいな、いじめられたとか親に DV されてた、 DV というか、うん、家庭内暴力されてた恨みが赤マントになったしてしまったみたいな流れなんかな。ということで私はバットの方に行くってことか。バットかどうかわかんないけど、ロープダイスの方にまた作業すんのかよ、もういいよ。はい、ということで、はい、1カット前の皆さんこんにちは何分前だろうね、2時間後の園長さんですかね本当にお疲れ様。もう本当にさ、戻しの作業の最中にさ、うん、また途中で死んじゃってもう一回やり直しっていうくだりが発生しましてマジで地獄だったんですけど、うん、俺も今ディスコード上でね君の声聞いてましたけど、はい、もうね、ああマジかよって言ってたの本当に心苦しかったわ。途中キーボードの充電切れて移動できなくなって死んだっていう、もうありえない事態が発生でさ、どんだけ俺運ないの、バグったりなんなり、すごいね、うん、伝説だねもうね。ということで、はい、今からコッペパンをね自販機で購入して、うんうん、であとはロープで脱出するというところをちょっとやっていきたいと思います。でも最後のエンドかな。はい、そしたらよし、本当にラストです。バグらなければお願いします。バグりませんようにいきます。足滑らせませんようにロープから。よし、帰ってきました。よし、やっとだ。出してくれ、こっから。お願いします。なぎささんでしょ。なぎさね、はい、はいはい、開けて。よしよし、さあ出よう、こっから出よう、もうさあ出よう、出ちまおう。降りる、降りよう、ジャンプ。あー終わったどんなエンディングなんだ。あー長かったよ。お、女の子は力の限り走った。
おう。すぐ警察署に行き、慌てて全てを説明した。警察は彼女を全く信じなかったが、とにかく彼女が言う古い学校を調べた。あ、ちゃんと調べてくれたんだろう。だが何も見つからず、警官は精神病の何かだろうと勘違いし、女の子を家に送り、まず落ち着いて休むべきだと言って去っていった。お、本当にただ私がおかしくなっただけなのかも、と忘れたいあまり自分を疑った。数日後、近頃相次ぐ連続殺人事件と思われる件でまた遺体が見つかった。なあ、はいはいはい。死体はパッと見て誰かわからないほど切り刻まれていて、犯人が凶器に使ったと思われる刃物がそばに置いてあった。現在では犯人の痕跡は一切見つかっておらず、検視報告書では被害者が16歳くらいの女子高校生であるということがわかった。おう。警察はそばにあった刃物から最近の連続殺人事件に関係しているということであった。はいはい、あれか、残虐者だっけ、 なんだっけ、残虐者、うん、あったね。当局は今までの被害者から見て、女性、特に18歳以下の女の子は決して一人で出歩かないようにと警告した。なるほどね。これ臓器なのかな、コッペパンなのかな。あ、手、これ手か。手か。血がついた手か。ということで、ということで、やっと、やっと終わったね。もう何時間かかったよ、1日やってた、俺、赤マント。もう全てのマップも覚えちゃったし、アイテムがどこにあるかも全部覚えちゃったし。マジでお疲れ様。あの、赤マントクリアできないって方、私にいつでも聞いてください。教えるんで。もう赤マンターだからね。誰かどう見ても園長、うん、赤マンター園長だもん。はあ、じゃあ次は青マントですかね。青マント出たらじゃあ君にやってもらおう。俺がやるね、さすがに青マントは。任して、俺が青マンターになるわ、うん、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。